今回の動画は毎日このチャンネルで23時から行っているライブ配信で、視聴者のジャイアンツファンの方々に選んでもらったジャイアンツの前半戦のベストゲームを紹介していきたいと思います。ライブ配信の切り抜き動画となりますので、あらかじめご了承ください。このチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。さらにほぼ毎日視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っています。チャンネル登録高評価もお願いいたします。じゃあ今日の本題のベストゲームいきましょうか。こんな、まず、まあ、皆さんから上がるだろうなと思ってた開幕戦のあの梶谷のスーパーファインプレーですね、の試合、梶谷がスーパーファインプレーして、そして、ツーランホームランを打った試合ですね。そこは絶対入ってきますよね。4月の試合で印象残ったがあれば言ってください。あれっすね、あれっていうか4月ですね、あの栗から7点、あ、これもじゃあ候補入れようか。あ、萩尾のホームランも4月でしたよね、初ホームラン。けどあれの試合って負けましたよね。レイ高騰、萩尾逆転ツーラン、これですね、7月、7月14日ですね。ボコボコ、クリ1イニング7得点は結構上がってますね。で、大城のサヨナラはその次の日ですね。大城がサヨナラした試合は、堀田と井上2人で6回まで無失点に抑えたけど、7回表に中川が野間に逆転2点タイムリー打たれて、2対1逆転されて、で8回裏に岡本のタイムリー内野安打で追いついて、で最終的に12回裏に大城のサヨナラタイムリー、これも入れましょうか候補に。そう、坂本から柳の逆転スリーランもいいですよね。これかな、菅野に結局勝ちがついたやつですね。これも入れましょうか。4月25、0対2の6回に坂本逆転スリーランね。で4月はこんなもんすかね。4月こんなもんすよね。じゃあ4月この4つからアンケート取っていいですか。選択肢全部番号にしてあるんで、ここ番号振ってあるんで、皆さん回答お願いします。1番が開幕戦の梶谷のファインプレーと、梶谷のホームラン。2番が、栗から1イニング7得点取った試合。3番が岡本の懸垂物の同点タイムリー内野安打と大城のサヨナラ。4番が坂本の逆転スリーラン。さあ4月の結果は、あ、もうやっぱ1番がダントツですね。3月4月のベストゲームはこちらに決定しました。じゃあ次5月いきましょうか。5月もじゃあ同じように4つぐらい候補出して、そっからアンケートで皆さんに選んでもらう形にしましょうか。それでいいですかね。小林の2年ぶりのホームランっていつですかね。あ、5月やっぱソフトバンク2試合ですよね。あ、戸郷の斧は絶対入ってきますね。まず戸郷の斧。そう、あとソフトバンクの試合ですよね。ソフトバンクの試合どっちも良かったですよね。直樹のさよならも、あのエリー、あの 5-0 逆転も、どっちも候補に入れたいですね。 5-0 からの逆転の試合って、井上がね4イニングパーフェクトに抑えたのもポイント高いですよね。もう1試合選ぶとしたら、岡本のゲラからの同点ホームランの試合ですかね。5月10日が小林のホームラン。小林のホームランか岡本のゲラからのホームランならどっちがいいですかね。やっぱ岡本のホームランの方がいいですよね。 OK です。じゃあ5月はこの4つでいいですかね。アンケートさせてもらいますね。5月のベストゲームは、ではご回答お願いします。1番が、阪神戦戸郷がノーノーした試合。2番が、0対0の延長12回裏に吉川がオスナからサヨナラを打った試合。3番が5対0から6点取って逆転して井上が4回パーフェクトに抑えた試合。4番が、阪神戦9回表に岡本ゲラから同点ホームラン。で10回表丸の犠牲フライで勝ち越して勝った試合ですね。オコエスクイズはターニングポイントとしては重要な試合ではある。うん、まあけどターニングポイントとしては重要だけど、ベストゲームではないですよね。はい、アンケート終了。お、結構接戦ですね。結構接戦でしたが、3番のやっぱ 5-0 からの逆転が一番多かったですね。47%。戸郷のおのおもね、33% あったんですが、5月のベスト試合には、5月30日、5対0から逆転した試合が選出されました。
おめでとうございます。おめでとうございます。ってことで次6月いきましょうか。ちょっとこれだけ、これは絶対入ってくると思うんで。この日って先発誰でしたっけ、9連打の時って。あ、イオリか、イオリもヒット打ったんですよね。グリフィンエスコ、あ、グリフィンエスコ多いっすね。あえて負け試合、楽天サヨナラ、まあ、ベストゲームではないですよね。丸栗林からサヨナラも多いっすね。あ、丸のサヨナラ多いっすね。あ、大城復活のスリーランもいいっすね。まあ、けどそれは大城に対する個人的感情が僕が強いからですかね。グリフィンの完封未遂の試合にしますね。まずこの試合って9回表に岡本ツーラン打ったんすか、それで先制したんすか、全然覚えてない、うん、6月もいい試合多いっすね。グリフィンのエスコン、伊豆口が最後ね緊張しちゃったやつですよね。エスコンアドルもいい試合、完封未遂は後味あんまり良くなかった。うん。で28が丸のサヨナラホームランですね、栗林から。これ9回表に追いつかれたんですね。どうやって追いつかれたんでしたっけ。あ、バルドナードの冒頭か、あれか、オリバーカーンのやつか。これこのね、広島相手っていうのもでかいし、栗林から打ったっていうのもでかいっすね。丸のホームラン完璧に当たりすぎて気持ちよかった。あの丸の雄たけびも良かったっすよね。そしたらじゃあ6月はこの3つでいきましょうか。では皆さん、アンケートのご回答よろしくお願いいたします。さあ6月のベストゲームに選ばれたのは、結構けど割と接戦ですね。割と接戦でしたが、1番の18得点の試合ですね。2位が 31% はあの栗林からのサヨナラホームランですね。丸の 48% が18得点の試合になりましたね。じゃあ最後7月いきましょうか。あ、7月はあれか、試合数少ないですね。じゃあ皆さん、7月の候補も出していただければ。7月16日のイオリが才木に投げ勝った試合、マツダでの 初勝利、井上前橋凱旋。あ、井上の前橋多いですね。あ、井上の凱旋多いですね。じゃあまずごめんなさい、1番井上の凱旋にしますね。井上の凱旋が多い。誰かホームランだが、あ、ヘルナンデスがスリーラン打ったんですね。あ、そうですね、涌井から打ったんですね。あの船場様満塁で代打の切り札中地を抑える試合ではないけど7連勝。うん。若林さよならも多いですね。若林さよならと、あ、伊織が再建に投げ勝ったやつも多いですね。じゃあ時系列的に言ったら若林のさよならの方が先か。8回裏に丸が、坂本から丸が同点ホームラン打って、で最後京山から若林がさよならタイムリーですね。松田で初勝利も多いですね。7月16阪神戦、山崎3勝目、あ、佐伯に勝つも多いですね。まずちょっと佐伯に投げ勝った試合しましょうか。伊織が7回まで投げたんですね。で8回バルドナード、9回大勢って感じでしたね。横浜との首位攻防戦、門脇満塁で走者一掃。あ、それもありましたね。大城のドスドススライディング。あ、松田での初勝利は、あ、森下から3点取ってますね。岡本のスリーランか。岡本のスリーランですね。7回に追いつかれたけど、8回に島内から、岡本の犠牲フライと門脇のタイムリー。あ、ここでも門脇打ってるんですね。門脇結構渋い活躍してますね。だけど松田での初勝利って結構でかいと思うんで、ここ入れま、松田での初勝利入れましょうか。岸田の6打点もいいっすね。確かに。まあけど一応ね、4つに絞りたいんで、この4つをしのぐぐらいでもないですかね。まあ、こう振り返るといい試合いっぱいありますね。じゃあこの4つでいかしてもらいますね。じゃあ皆さん、アンケートのご回答よろしくお願いします。1番が、井上の前橋凱旋試合での8回無失点の好投、ヘルナンデススリーランで先制。2番が、7月12日横浜戦、ビハインドで迎えた8回裏丸のホームランで同点、9回裏若林サヨナラタイムリーの試合ですね。で7月16日が東京ドームでの阪神戦、巨人が初回に2点を先制して、山崎伊織が才木に投げ勝った試合。で4番が7月9日の広島戦、マツダスタジアムで今シーズン初勝利、森下から岡本のスリーラン。で8回に島内から、岡本の勝ち越し犠牲フライと門脇のタイムリー。さあ7月のベストゲーム、おめっちゃ接戦、すごい、めっちゃ接戦。1番多かったのは 33% で、2番、あ、これなんすね、若林さよならが 33% で最多票で、2番目も 24% で松田初勝利、その次が前橋凱旋、井上の。へえ、結構意外でしたね。若林のサヨナラすか、皆さん。横浜戦っていうのも大きいんかな。
7月12日はジャクソンがめちゃくちゃ良くて、岡本のホームランの一発だけでかなりしんどかったけど、あ、交代して、そういう流れもあるんですね。確かに確かに、そう言われたらそうですね。ベストゲーム4つが出揃いました。3月4月は3月29日開幕戦ですね。阪神戦での梶谷超ファインプレー&梶谷の1号ツーランホームラン。5月は5月30日ソフトバンク戦での0対5からの逆転、ヘルナンデス岡本のホームランで1イニング6点を奪って逆転して、井上が4回パーフェクトした試合ですね。で6月は、6月4日、ロッテ戦、ブリブリ打線28安打18得点9打者連続安打の試合ですね。で7月は、7月12日の横浜戦、ビハインドで迎えた8回裏丸のホームラン同点、9回裏若林サヨナラタイムリー。この4つですね。この4つで、ほんじゃ最後アンケートして順位付けしましょうか。あ、確かにこれ全部ドームですね。ですよね。じゃあこの4つで今年の前半戦のベストゲームのベスト4決めましょうか。アンケートを開始するので皆さんご回答お願いします。1番が3月4月の開幕戦の試合、2番が5月30日の 5-0 からの逆転、3番が6月のブリブリ打線、4番が横浜戦でのサヨナラ。じゃあアンケートいきますね。ベストゲーム出てきた、来た。ちょっと待ってください。2番が一番多いですね。2番ってこと、あ、やっぱこれっすね。ベストゲームは、5月30日のソフトバンク戦、0対5からエディ、ヘルナンデス、岡本のホームランで逆転した試合ですね。井上4回パーフェクトの試合が選ばれました。おめでとうございます。じゃあ、あの井上にトロフィー渡しておきます。井上でいいっすね、この試合の立役者は。井上にじゃあ前半戦ベストゲームのトロフィーを贈呈しておきますね。2番目が開幕戦ですね。やっぱ開幕戦だから皆さん印象に残ってるんですね。じゃあ2番目が3月29日阪神戦開幕戦の梶谷超ファインプレーと梶谷のホームランで開幕戦勝利した試合ですね。あの梶谷さんにも、何か送っときますね。で3位がブリブリ打線の試合ですね。でこの中では一番、まあ、票は集まらなかったですが、7月のベストゲーム12日の DNA 戦ですね。まあこう見ると全部いい試合ですね、本当に。いやー、いいっすね。これまたシーズン終わった時にもまたやりたいですね。はい、じゃあ今シーズン巨人前半戦のベストゲームベスト4が決まりました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。